はい、こんばんは。今日はじゃがりこの北海道ザンギ味を食べていきたいと思います。じゃがりこ地域の味ということで、ピヨピヨピヨちゃん、ピヨちゃんがね、くださったじゃがりこです。食べていきたいと思います。ボーイズピーザンギシャース、うん、できたよ。ザンギュー、ポンポンポン。めっちゃ油から跳ねてますけどね、これ危険ですね。食べていきたいと思います。色が違う、すごい濃い感じの匂いがしますね。色がね、普通のじゃがりこより濃い感じの色で、香りもめっちゃ濃い、コンソメポテトみたいな、ちょっと濃い味の香りがします。いただきます。美味しい。え、これなんだろう、なんか食べたことある感じの、美味しいなお肉感を結構感じる。チキンそぼろが入ってるんですって。なるほど、美味しい。美味しい竜田揚げを食べてる感じの、セブンイレブンの唐揚げ棒をコンソメポテト味に近づけたような感じの味ですね。おいしい。食べ出したらキリンがない。確かに、ポテトチップスとかそういうのも、薄塩味とかよりもコンソメポテトとか、コンソメパンチ味とか、そういうちょっと味が濃いめの味付けのポテトチップスとかが好きだよっていう人はすごくおすすめの味わいですね。すごい唐揚げ感がすごく表現できてる
から抜けるね、薬味系の香り、ニンニクとか生姜とかそういう系の香りがいいですね。ニンニク入ってるのか分かんないけど、うん、入ってた。美味しい。とってもお肉感がよく表現されていて、美味しい美味しいじゃがりこでした。ピアちゃんありがとう。今日はじゃがりこの北海道ザンギ味を食べてみた動画でした。ごちそうさまでした。おしまい。